いや、見てた、ベタ足してたよ。ベタ足、ベタ足でなんかこう、こう打った時に体ごとこう動いてるよね。あ、なんかわかる、はいはい、だからこう浮かしてたら多分そうならないんだけど、こう、こんな感じで、大げさに言うとね、うん、大げさに言うとそうですよね。 だから結構体重も生かさんというか、はい、これの体重生きてないんだけど、みんなこれで体重乗せてるつもりだけど、はい、全然乗ってない。乗ってない。かかと上げたら。ああ、上げたら、うん。だって地面反発力がないの。はいはい。こういう押しと、この押し全然違うでしょ。はい、はい。これで物上がらないでしょ。ああ、はい。これだと上がるさ。うん。これと一緒。もう、こう上げた時点でもう力はもう。わかりやすい。うん、なくなってる。重量上げ選手の方がぶっと足でしょ、はいはい、こうしたらしか上げない、この人上げる人いないでしょ、うん、だからここを生かすためにはもうここをいつもずらしてもいいけど、うん、ここの力を持っていく、うん、その後に上げるんだったらまだ分かるよ、はいはいはい、うん、最初から上げてたらもうダメだ、最初からで、ここで上げるという、うん、でも自分はそれは回転でそれが力は入る。なんかあれ言いますよね、昔の日本人は今この靴とか履いてない時代もあったから、うん、結構日本人は扁平足で、うん、なんか足裏も今東洋の人と違うよ、うん、でしょうね、なんか陸上の何だったかな、短距離の選手はここがすごい発達していて、扁平足 で、うん、でなおかつこの走りも外国人選手はこういうような走りをすると、うん、けど日本人は要はこう全身力で走るみたいな、要はこう足をこう上げない、うん、でこうまっすぐ、要はナンバー歩きみたいな、うん、ナンバー走りがいいとか言ってましたね、うん、先生のやつも、いや、またよ、今新しい色が陸上に出てきて、地面反発する。ああ、この力、これで走る。昔はこの回転力はもも上げて走るんだったけど、うん、バンバンバンと走るのが今の新しい技術。うん、ボルトだった。ボルトはこれでしっかりする。まあジャマイカはこれで練習をして。叩いていく。だから地面反発力をバンバンバンと使っていく。あれですね、うん。だから、そうそうそう。突くときも自分がバンってやるときがあるでしょ。はいはい。これ地面反発力を使ってる。だから似てるなと思って。テルやってたわけ。俺の言う人と似てるな。通じるのあるんです。だから。いかにこの物理的に力が出るかっていうのはやっぱり自分で考えない、うん、自分これは自分が考えたんですよ。あ、そうなんですか。先生からもなるとね、先生はその場好きは分かったけど、兄さんは自分で考えるって言ってました。やってるうちにパンってこれで巻き笑おったりしたりしたから、あ、これでやればいつでも折れるんだな、うん、でもだからこうやっぱり段階踏んでしかできない、うん、これを今やれってもできるんですよ。 あと5年ぐらいで普通の上等ぐらいはできればいいな。そうそう、今腕のこの出し方をきれいから、あと腰ですよ、腰を覚えれば、うん、まずこの一段でもいいから、これだけでもできるようにしたいです。これ最初はその場付きでこの腰を戻さないで、ただこうやるだけで、まずこのコツと一体しないと、一体にならんと、下から全部、うん、こっち使えないですよ、うん、こう構えてて、こういう感じですか。じゃあこういう感じ、こう、こう、こう、戻して、こう、もう見てて綺麗ですよ。綺麗にならんとダメよ。綺麗でしょ自分は、うん。
こ綺麗にできないと。ここで食べてる、もう食べてる。相手がくっついてきたらもう、パチッと折れてる。これだけでいいんだけど、最初はもうこう大きく、ちょっとこう、餌は先生も最初縦にほら返すでできるんだけど、先生体動くじゃん。わかるわかる。あれがなんで動くかわかんない。いや、もうここから聞かされるから、でもこの状態からもうこれで聞かされるから、うん、これ今感覚を覚えるためにそうそう大きくやるけど、もう慣れてきたら、うん、ここからでも聞かせられる。これだけで、これだけでこの過程を取って、だからもうそうそう、だからこう出したらもう終わり、うん、もうバンって入ってるわけ、うん、先生今こうやってくださってるじゃないですか。これに先生こうなんかこう動くじゃないですか。これなんで動くんですか。いや下から来てる力が。それが分かんない。もう下からバンってくる。もうこう来てるさ。これこれだ。もうゼンマイ巻いてる感じ。ゼンマイ巻いて、ゼンマイがこの時放たれる感じ。これを地球の力を使っている。そう、地面反発力。地球と友達なんだ。そうそう。こっちからもう力が湧いてくるわけ。バーンって。そういうイメージね。やってみてください。いやー。いや、まずこれから覚えないと。手から膝違う、膝じゃない。で、はい、左も、はい、右だけでじゃなくて、じゃあゆっくりね、はい、右左同じようにできないと、うん、意味ないからね。こう力入れてるって、これ偽物だ。俺もう一瞬ぐねんってなってるんだね。もう一瞬ぐねんってなってるんですよ、先生の。これ練習、あのこう手を置いて手首の練習するときはこう、はい、こうやってこういう感じでイメージつけて、ね、で今ここまでいかないと、こういかないと、このイメージを作らんと。左、これでね、これでね、そう、はい、課題が増えたな。これ使えないと、あの月には月は生きてこない。あ、やっぱりこのそう瞬間のそう、この手首の使い方がこれですね。これができないとダメです。これも取った。ああ、そっか。だから最初にこれやるの意味あるんですよ。なるほど。手首の使い方。これも全部ね。そう。この裏剣のこれも。そうそう。このあれだな。そうです。なるほど。だって梅雨は一生これもこう、こう、最後にこう。これは縦剣。あ、そう。パチンって。縦剣。鉄ですよ、これ。鉄。鉄。ピアニーだ。で、ここ全完全に伸ばす。伸ばす。伸ばしてこう。ああ。そう。ここに負けたら全然意味ないですよ。そうか。鉄でもうできるようになった。肘伸ばす。
あ、肘伸ばす。伸ばして、ここでこう当てる。あー、そう、先生の、パチンって。そうそう。誰と聞かないわけ。いやー、できない、また。無地使って練習した方がいいんですかね。やっぱり。うちでやってるから。そんな感じだよね。そんな感じですね。だってロケットみたいなね。できたつもりだったけど、つもりだった。さああるね。そうね、先生隣に行ったらちょっと違うね。なんとなく、なんとなく分かる。最初に入るときにここでピチッと止めて。で、この時にこ腰使いをここで覚えられてくるここで当てる、ね、みんなこう置く感じでやってますもう腰こっちで腰で持っていくで、これも腰でパチンパチンで、腰使いをこれも一緒、今はもう大きくやってるからね、でこれ これもみんなこう回してるから、回さない相手をつく感じよ、でこれこっちに戻さない、そのままもうここから引きながらこう引くのがこう見そうですよ、こう持ってって引きながらこれをこれもみんなこうやってる、じゃないこう腰から先行ってパチン、これも2段なら、ここでパチン出てるでしょ、もう基本が全然違います、違いますね、だからスピードも違うし腰使いも習ってないし、順番だけ上だけ、だから何でも体をに引き付けながらやろう、引き付けこう離したり、みんなこうやってる、遠く回っていくじゃない、ここまで持っていくの、ここからまた戻してバチンですよ、ちょっともう一回しようね、もう一回しようか、ここまで持ってきたら、ここからバチンです、みんなやこんなやったら、こんな、はいはい、これ見せるためにやってる、これは技じゃない、何でも体に引きつけながら出す、あの技は、手から離れたら技ってもう力がなくなる、でこれも裏手交差にしてもみんなこうやってるよ、はい、こうじゃないこっちからこうだよ、こっちからこう、この軌道じゃないと速くないし力も、そう、いや、こうさです、これこうさです、こうこっちで、だから、こう、あーやーこれで、バチンで、こういうと大体これで、なんか音がね、なんでなんで全部先生あれですね、前ガッサイ見せたみたいだけど、全部そうですね、かけてこれよく使うのはこう掴めた時にこれだけで外れるんですか、ね、これだけで外れるんだよ、ここでからパチンでこれでもいいです、でしょ、どんな作るとこれでも外れるわけで、ここからyou
スタートはこれから始まる。本当はみんなこれ、はい、殴ってきたという動き、殴ってきたという軽手に殴るよ、砂漠もない。いや、これでも使える、うん、でも、あの技はもうまた別です。いやいや、もう、キリがない。もういっぱいいっぱいある。いっぱいある。一つの解釈じゃないわけ。千変万化。もう、この人が考えればいい。うん、自分こうやって、捕まえてやってるけど、うん、なんで、これが受けにしたかったら受けにしたかし。でも、自分は合理的じゃないから、そうじゃないんじゃないかなと思う。ただそれだけ。合理的じゃないっていうのがいいね。だからあの伐採とかも、うん、これがあるさ、うん、これもなんかあの受けてるというよね、うん、自分でちょっとね、あれしたら、これは、玉井自体がこの手を生かすんだろうなと思って、うん、で両手で受けることはないでしょ、相手が来るのに2本使ったら、こっち不利じゃないですか、はい、ね、宮里先生に習ったら、これは正位置のこれ、ないじゃないですか、これは受けじゃないよって、だから、ここをあれ逆で捕まえたんですけどね。これで、これに小指もあるわけで、こうやって両手使ってるわ、こうして、ハンデルもある、外しで、ああ、そっか、サンセールもこれと一緒だな、外しながら、そうですか、抜きって言うのが、抜き、どっかでやっぱり先生、リンクしてますね、わざわざ、ピアノの方でも何でも、そうです、ラッサリも。これが一定してこうついて、こう感じで。ああ、違うんだよ、これ。動きすぎ。まず、これ、後から回すようにしたで。はい。地面反発力。地面反発力だから使えてないわけ。使えてない、うん。自分の体だけで見ても。そうそうそう。まだ上半身だけでついてる。これに この回るのもうちょっと我慢する。我慢で今出なくていいよ、その場で、はい、うん、これ繰り返したら勝手に出る、出てくる、まあやってる方向性は悪くはないですか。うん、大丈夫。今上半身は大体いい方向にいってるから、はい、あとは下半身なら、下半身はまだまだだよ。下半身はじゃあ今こう上げてこう回すとかじゃなく、だからナイフアンチピンヤンでもいいから、このあれベタ足さ、はい、これでこうつけるような練習さ、このための練習だよこれ。ここでやれ、ベタ足でつかないとな。あ、そう、ああ、はいはいはい、膝つきでやってんのかな、じゃあ。いやいや、もう下から来てる。だからちょっと練習しよう。ここを目表面には見えないけど、体はもう
ゼンマイをひねってる感じ。はいはいはい。ひねってからこういってる。突きも同じ。見えないでしょ。ここにひねらんと力は出ない。でも見えないわけ。見えてないだけ。でもここでも、もうここにこうひねってるわけ。はい。骨盤もこっち。はい。これどういく。はい。これどういくの。はい。そこから。今はこっちは使ってないよ。こういう感じで。あ、僕が静かに、まだ腰を使ってない。これを生かされてない。上半身だけの。というからかかと上がって上がったらもうそうなる。ちょっともっと細かく質問していいですか。まずどこに重心乗っけてるんですか。いや、母子球から全部。持ち切ってここっすよね。そうそう、親こっちこっちよ。これ。あ、これ。あ、親指なんですか。親指。あ、ここじゃなくて親指。親指でもう捕まえてる自分は。今この両方とも。そうそう。はい、捕まえてこの足裏全体でこう持って地面をもうこう掴んでる感じ。あ、じゃあ今これが足だとしたら地面をこう噛んでるような。そうそうそう。感じなんですね。そう。してここに。もう目いっぱい引いてくる。はい、はい、引いてパチン。でここからこれがこの力が生きるわけ。